それでは始めていきましょう。トラキチチャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。さあ現在探検ツアー前半戦、こちらのボムキングカップがリーグ対象となっておりまして、僕自身は現在2コース目まで終えた段階でリーグ96で10位ということで、なかなか苦戦を強いられております。今回はボムキングカップ一番の得点源になるコース残っております。2コース目のサンセット荒野 R、 こちらを走り込んで攻略動画にしていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。さあではボムキングカップ最後のコースということで、リーグ順位の方もしっかり見ていこうと思うんですけども、バケモンがいましてですねいやピンバッジにトップ100っていうのを持ってるミスター T さん、いやーすごいですね。バケモンって言っちゃってすいません。さあ個人的には現在10位で、残留圏内まで、1万7000点。昇格圏内までは2万6000点。厳しい。ということで今回は4万5000点ぐらいをまず目指していかないという、いかないといけないということで、めちゃめちゃ厳しいんですけど、まあなんとか頑張っていきたいと思います。さあ環境的にはね、コインボックスキャラもたくさん扱えるコースになっておりますので、いくらか可能性はあるかなと思うんですけども、いやーかなり根気がいる作業かなと思います。ゴールドブルが、レベル7ポイント解放3段階なので使っていきたいと思います。マシンはジュークライドを使っていきましょうね。もう情報としてはね、皆さん遅いと思いますけども、こちらねファストファイヤーが、レベル、6かな、以上になるとこちらのコースでも最適性になるようです。いやちょっと課金アイテムが多いコースですね。はい、ジュークライドレベル7ポイント解放2段階使っていきたいと思います。困ったら3段階目やるかも。さあグライダー行きましょう。グライダーはちょっとレベル的には1段落ちるんですけども、まあファイヤーマンタンぐらいにしとこうかな。はい、こちら使っていきたいというふうに思いますので、スーパークラクション系っていうのはあんまりねゴールドブルとの相性は関係ないんですけども、レベル7ポイント解放3段階、レベル7ポイント解放2段階、レベル6ポイント解放2段階、これでいきたいと思いますので頑張ります。はい、1レース目いきましょう。このコースはまあ圧倒的に上位から走った方がいいっすよね。イエーイ同じやつの、あ、ちょっと待てよ、同じやつのファイヤーボール2回引っかか、あーあーもうどうしようもないな、喋る気力もなくなってきた。いやーでもこのコース、そうかエクストリーム系じゃないからそんなにアクション数爆発してくれるわけじゃないっすね。あれ今なんか引っかかるような要素あった。そして一周もそれほど長くない。いやー厳しいコースだ。よいしょ。あ、ゲストを撃退するチャンスだったな。まだね今回のあの赤色のミッションクリアしてないんですよね。しょうがないか。1レース目なんですけどね、まず全然走りが、よいしょ、よし、いけ、あらーやべえ、全然4万とか言ってる場合じゃねえぞ。全然嬉しくないな、これカットだな。いやー大してお見せするような内容じゃないですね。記録を更新したということだけ伝えておきましょう。現状はアクション数89、ひどい、やばいなーやばいなー。はい、6レース目いきましょう。
まあやっとちょっとまともなレースできたって感じかな。はい、6レース目ですね。コイン最初にダッシュキノコフィーバーか、ダッシュキノコ来てコインボックスフィーバー来て単発コインボックスっていう形で得点を伸ばすことができましたが、アクション数128。いやー、このコース爪なくなるぞ本気でずっとやってたら。いやー、これ6レース目ね。はい、一応得点伸びましたけど、これ順位どこまでいく？いやー、全然きついな、全然きついな。よし、環境から見直すか。ちょっと頑張んないといかんな。はい、ということで環境改善してきました。正直言って無理してますが、オールレベル7ポイント解放3段階っていうのは個人的に初めてなんじゃないかなと思いますので、これで4万5000点目指したい。こっから巻き返すぞ。はい、7レース目いきましょう。さあ、1周目の流れとかさっきの、まあ、殺意芽生えるよね。いや、これ記録更新できないよね。うわー、あー、はい、8レース目いきましょう。超えた。はい、8レース目ちょっと超えただけですね、今ので。もうわー、望みが薄いな。さっきよりアクション数少ないですね。これは本当に強化のね、環境を強化した成果って感じですね。いや、自分の走りも下手だし、このコースに全然合ってない。自分の走りが生意気な言い方かもしれないけど、全然なんかつかめない。まずいぞ。
あ、でもまずいとか言ってる間に順位が一つ上がりましたね。いやー、もう2個上げないといけないのか、厳しいな。はい、12レース目いきましょう。潰したぞー、危な。はい、すごい力技だった気がしますけども、なんとか5桁目を4まで持っていくことができまして、4523点、12レース目ですね。あー疲れるなー。まあ4200点更新っていうのは結構、いい得点だと思うんですけども、目標が高すぎたのか全く満足を得れてない。アクション数133も最高を更新して、記録自体も良かったですね。何が良かったってこともないんですけどね、単発コインボックス1回なんかジャンプアクション中に引いちゃって非常にもったいないことをしてしまいましたし、まだまだ可能性はあると思います。ダッシュキノコフィーバーはやっぱり効いてましたね。素晴らしいなと思います。そのダッシュキノコフィーバー中に探検家兵法も2体撃破できたしとかね、最後のコインフィーバー当然大きかったですけども、危なかったですね。最後ギリギリ1位取れて、まあこれでなんとかサムネ的にはカッコついてるな。よしよし、 OK、 6位まで来た。もうちょいっす、もうちょい。まだな、1日半あるからな、安心はできないけど、なんとかここで5位4位ぐらいに上がっときたいよね。はい、15レース目いきましょう。よし、来たか、いよいよか。濃い単発コインボックス、またゆっくりゴールするか。いけいけ、ある程度いった。いやー、強いて言えば何が足りない？20、これが15レース目ですか。何が足りないんだ。アクション数150。頑張ったよ。
最初のコインボックスフィーはもうできるだけ長く引けるためにカーブを内回りグッとしてその後直線的に走ることで稼いだつもりで、その後めちゃめちゃいいタイミングでコインフィーバーが来てくれて、でバナナフィーバーですよね。問題はバナナフィーバーがどれぐらい後ろ引いてくれたか、2つ3つ4つか、ちょっと後続と差が離れすぎてバナナ引っかかってくれる数があと 1,2 個足りなかったかな。いやこれで5位には入ったのか、いやーちょっとどうだろう、入った入った入った、いやーいや降格はしたくないからね。まあなんとか、まあもう一踏ん張りね、20レースまでは走ろうと思いますけども、いやなんとか、いやこれ1位の人とか変人だな、 いやーすげーはい19レース目いきましょう。まさか、あすげえ、こんなこともある、やーべえ19レース目行きましたわ、いやーちょっと感動、いやーこれは感動した、あはい、アクション数160まで行きましたね。アクション数160褒めてくださいよ皆さん。何が良かった？頑張ったけどさ、後半のアクション数エグかったですね。コインボックスフィーバーからの単発ですよね。あとはでも単発コインボックスのコイン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 、一面全部コインって珍しいですよね。フィーバーじゃないってことですから、いやこれはちょっと決まったなっていう感じでしたね。いやーフルコンボ出せてなくてごめんなさい。でもめっちゃ嬉しい点数、めっちゃホッとした。いやー目標達成したよ、いいじゃんね、4位でも5位でもと思うかもしれませんが、現状ね5位6位になった方のどちらか1人がね点数を上げてもまだね維持圏内に入れるっていうだけでめちゃめちゃ嬉しい。いやー頑張ったな今週。やっぱりね新登場のパックン神殿、パックン神殿2相当厳しかった中で、もうこのままエンディングだな、これ19レースですけども、そんな中でサンセット荒野だけで維持圏内持ってくぞって思ってたんですけど、実際持ってこうと思ったらめちゃめちゃ大変だったので、これやりきったのはちょっとめっちゃ満足しちゃうな、嬉しい、頑張った。後半やばいかも逆に。はい、では皆さんトップ画面に戻ってまいりました。今回はサンセット荒野 R 走り込んでいきましたけども、内容いかがだったでしょうか。いやー最初の方の苦労からすると後半はめちゃめちゃ記録をボンボンボンとね運もつかめていったかなっていうふうに思うんですけども、ちょっとフルコンボまでいかなかったのはね、ちょっと忍びないところはありますけども、
46,122点という得点まで行くことができました。皆さんどう評価していただけますでしょうか。得点、走り、アクション数等ね、良かったよと思ってくださる方、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。これでなんとかリーグ維持圏内かな。すごく久々にね、昇格を逃す形になりそうですが、ちょっと童話がいてもね、パックン神殿やパックン神殿2でこれ以上の得点強化っていうのはできなさそうなので、まあ、今週はこれが頭打ちかなというふうに思っております。ということでね、来週は平方カップがリーグ対象ということで、まあまず最初にね、ピックアップキャラであります、水色平方をゲットして強化して使っていこうかななんて思っておりますので、そういう様子もね、楽しみにしていただけると嬉しいなと思っております。ということで今日そして今週はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。失礼します。